ミトシティライナー株式会社山口運送は、宮崎県宮崎市高岡町に、本社、福岡県か谷郡か谷町に営業所を置き、貨物自動車運送、旅行業、バス事業等を営む。バス事業においては、美東観光バスのブランドで、事業展開を行い、高速バス、ミトシティライナーを運行している。日本バス協会、宮崎県バス協会に加盟しているが、 サンクパス運営委員会には加盟しておらず、サンクパスの利用はできない。福岡市、八代市と宮崎都市圏を結ぶ高速バス。都市間、ツアーバスとして運行していたが、2013年8月1日に、高速ツアーバスの乗り合い化に伴い乗り合いバスに移行した。中高便が2往復運行されており、高岡発着便とサイト発着便は1往復ずつ運行される。 所要時間は、高岡便が4時間45分、サイト便が5時間50分で、どちらもワンマン運行を行う。運賃は、片道4000円、往復6000円と、ツアーバス時代のほぼ2倍となった。ツアーバス運行開始当初は、宮崎ツアーサービスが主催し、福岡式ライナーの愛称であったが、後に、自社主催に変更となり、ミト式ライナーに改称した。 2017年12月13日より、新八代駅前を経営するようになったが、博多から新八代間のみの利用は不可。貸切車日の車を中心に、大型から小型までの車両を30台程度を保有する。宮崎市立、僕タスク小学校、高岡小学校、高岡中学校のスクールバスの運行も行う。ありがとうございます。